こそ禅といえば世界的な魂の次元における宝物になりましたけれども、ちょうど私がこの久松先生の叱咤に参じました頃は、実は決して国際的にそうではありませんでした。イギリスの作家でありますアーサー・ケストラーが、スティンク・オブ・ゼン、鼻持ちならぬ禅というのをエンカウンターという国際雑誌に書いて、バリ増言の限りを尽くしましたところから、国際的にアンチ禅の動きが盛んになりまして、1960年頃でした。でありますからして、フランスなどもその風下に置かれかかったんですが、フランス人はちょっと違う見方を持っていたようでした。この西洋、現代の西洋思想におけるこの聖なるものというのは、この光をそのまま見るのではなくて、ちょうど太陽日食の時に観測する時に、すすをガラスに塗って見るように、黒ガラスを通して見る、ネガティブに見る、でこれを陽転させた時に光が光になるという、そういう思想がありまして、私も若かった頃はそういう見方に、憧れてもいたんですけれども、でこれを久松老子に禅では何に当たりますかとお尋ねしましたところが、原価に、妙に当たりますというお答えを得られたわけなんですね。そして私は東京に戻りまして、鈴木大拙先生のあるテキストのフランス語訳をたまたま仰せつかったご縁で、鎌倉に大拙先生をお尋ねいたしました。ところがこの全国から頼まれる記号、そのための色紙がこう山積みになっておりまして、で、あの有名な美穂子さんが、岡村美穂子さんがお使いしておられましたけれども、まあ、竹本さんに先生最初に書いてあげてくださいよと言ってくださいまして、おかげで記号してくださったのが、今大拙先生はこの文字ばっかり記号してらっしゃるんですよと見ましたところが、妙の字なんですが、左側が女辺ではなくて元という、ああいう文字だったわけでございます。それから二度目にお会いしました時には、君がこの間言っておったあの聖なるもの、フランスのサクレというなんじゃがの、あれは西洋発祥の、西洋発祥のかたじけなさに涙こぼるる、何事のわしますかは知らないども、かたじけなさにの涙こぼるると、日本人の感情からすると、あれがフランスにおけるサクレだよと、こういうふうな答えを、まあ、いただきました。いずれにせよ、現れて何もないとこから現れてくることの不思議という、これを妙というのだというふうに伺ったわけです。で、したがって、まあ、西の老子から妙の一条をいただいて帰れば、東の老子からまた妙をいただくという、まあ、それこそ妙なご縁が私の人生の出発点になりました。ともあれ、禅はこうしてめでたく西洋の市民権を得まして、今や世界的な名声を馳せているわけであります。で、一方西洋の方はどういうことかと申しますと、私もフランス政府の給費留学生としてコンクール受験してパスして向こうに行った立場でありましたけれども、大拙先生のお声がかりで禅画展にもついて回ってみました。まあ、そのうちにこの永平寺から弟子丸大仙さんも来られるということで、いよいよ活況を呈していくわけですけれども、
このフランスの方はどうかということを見ますというと、非常にこの分裂的であるということに気づきました。一体ヨーロッパどうなるんだと私は疑問を募らせ、特にこの妙心寺の久松老師、それからまた鈴木大拙先生が世界の超一流の哲学者思想家とあちらに出かけて丁々発止でこの対話されるご様子を見まして、なんと素晴らしい方々が日本におられるのか、ここに東洋並びに日本のよって立つべきものがあるんだというふうに実感いたしました。で、そこから私は西洋との対話ということの重要性に、気づいて参ったわけであります。しかしながら現代の世の中はやはり分断主義、断絶主義というしかないようなこの総合的な対立というものがはびこっているわけでありまして、以前より良くなったというふうには全然見えません。で、こうしたことを大拙先生は一言で西洋の二分性というふうにおっしゃってました。二つに分けてものを考えるあり方がこの世界を悪くしたんだということであります。ところがこの昨今の思想状況というものはどうかというふうにつらつら顧みまするに、非常に東洋回帰というか、あるいは西洋の彫刻と申しましょうか、我々の考えの方にむしろ近づいてきているという感じが強いわけであります。仏教でいうところの因縁というのはさらに深い考えかと思いますけれども、いわばこの因縁の考えというものを理解させる方向に歩み寄ってきたのではないかというふうに思っております。でありますからして、ここに一つの希望が生じているのではないかというふうに感じます。そしてそのように考えますときに、我が日本は一体どうであっただろうかと。日本人というのは、ではこの自分というものと外界とのつながりを古来どう考えてきたのであろうか。一体日本の何がそれでは次の文明に貢献しるのであろうかという問いが生じてまいります。この日本人の心というのは古来歌に和歌に歌われてまいりました。古代におきましては、人というものと私というものの間が分かれてなかった。近代においてこそ自分が考えるから誰それの面影を見る、その人が夢に出るというふうな捉え方をいたしますけれども、古代日本人の場合には誰それが自分のことを思うから私がその面影を見る、夢に見るという捉え方をしていたというふうに思われます。万葉集の中にそういった歌がいくつも残っておりまして、朝神のですかね、朝神の思い乱れて書くばかり、何が凍るぞ夢に見えけるという歌があります。これも高橋君、息子さんを前にして、ね、そういう歌の講釈などおこがましいんでありますけれども、なんという女性だったかちょっと名前を失念いたしましたけれども、この、朝髪の毛が乱れるほど、そんなにも思い焦がれて私のことをお前さんは思ってる、
自分の娘が2人いた、その中の姉娘、ナネ、お前さんが私のことを、そんなに母の私のことを思っていてくれる。だから、夢に見えたのね。ナネがコールズ。姉娘が恋し焦がれているから、夢に見えけると、私の夢に出てきたんだなということなんですね。あるいは、咲き森の歌で、我が妻は痛く恋らし、飲む水に影さえ見えて世に忘られず。我が妻は痛く恋らし、飲む水に影さえ見えて世に忘られず。で、私の妻はこの私のことを思い焦がれているようだ。自分が飲む水にその面影さえも映って、まことに忘れることができない。ということで、妻が私を思っているから、その面影がこの水に映っているということであります。で、こういう感情が古代日本人においては共通であった、ごく自然であったと思われます。で、心というものはどこから始まるのか、大和歌は人の心を種として、よろずのことの後となりにけると、和歌というものは人の心から始まるというふうに紀貫之は書いている。ではその心はどこから始まるか。で、ここでみんなつまずくんでありますけれども、特に西洋的な思考法がつまずくんですが、これに対して禅というものを学んだおかげで、虚空なのであると、まさに虚空への虚空なのであるということを西洋人は禅のおかげで知ったんですね。しかし現れてくるという不思議はあるということで、まあ、妙ということも分かってきたんだと思います。果たしてこの宇宙には、このユニバースには、この私どもの、この現実の硬質のハードウェア的なこの世界だけなのか、それから目に見えない私どもの心の世界というのも明らかでありますが、もう一つその両方にまたがる第三の次元的なユニバースというものがあるのではなかろうかと。で、そこから現れ消えていくということを考えざるを得ないのではないかということが、これまたこのサイエンスの世界に今入ってきております。ただあるこの次元というものは非常に極微なので、感じることができない。しかし実在しているんだと、今そこまでこの物理学者は考えて、どうもこれ本当のようですね。で、日本人はそういうことを考えて鶴を折ったりしませんけれども、この折り紙が日本人だけがそれを発明したというところに、私どものやはり世界の捉え方があるんじゃないだろうか。私どもには見えざる一つの世界観というものがある。で、これが明日に向かって非常に重要になりつつあるということを明記しなければならないように思います。Thank you.